ポンキチとは、西日本新聞のマスコットである。1999年8月6日に初登場。謎の生き物という設定である。体の色は肌色。帽子っぽい顔で後頭部には、団子みたいなものがついており、手足は丸い。上半身は、裸で白地に2つの黄色の楕円がついたパンツを、履いている。後頭部の色は当初は、肌色だったが、 2003年4月10日から青色になった。その時に団子みたいなものが紙であることが判明する。2005年からは着ぐるみも登場している。とんがった耳と4本の歯が生えた大きい口が特徴的なキャラクター。ポンキーチとは友達で体の色は黄色。大きな口で何でも食べる。父はエンマ大王である。主要キャラクターで唯一の女子。 体の色は肌色、髪の色は水色、赤色にポンキチと同じく二つの黄色の楕円がついた服を着ている。初登場の時はシルエットであった。名前は公募で決定。名前が決まるまではポンキチから新キャラと呼ばれた。2005年にポンキチと共に着ぐるみが登場している。頭と鼻は黄色、それ以外は緑色のキャラクター。 2000年1月14日に初登場。登場年月はポン吉チに次いで古い。名前は公募ではなく、読者の手紙で決まった。角かどかどしたキャラクター。体の色は白。いつも無表情に近い顔をしている。名前は公募で決定。西日本新聞の創刊130周年を記念して誕生した。小さいポン吉チみたいな姿で、背中に羽がある。 名前は公募で決定。ありがとうございます。